凍結した路面路面凍結とは、気温が氷点下になり、道路上の水分が凍りつくことである。凍結した路面のことを、日本では、ドイツ語で、スケートリンクを意味するアイスバーンとも呼ぶ。交通量の多いカーブや、橋梁上交差点などでは、交通事故の原因となることから、道路側の対策として、凍結防止のため、エンカカルシウムなどの融雪剤をまく。 ロードヒーティングにより、氷雪を溶かす、砂を撒くなどの滑走防止対策が取られている。路面凍結が予測されるほどに、早朝の気温低下が見込まれる場合は、夜半から、小雪パイプを早期作動させ、路面を濡れたままに維持することも行われる。また、自動車側の対策として、スタッドレスタイヤを履く、アイスバーン対応のタイヤチェーンを装着するなどが、挙げられる。 路面凍結時には点灯する可能性が高まるため歩幅を小さくしそろそろ歩くいわゆるペンギン歩きが有効日本の一部自治体のほかドイツでも推奨されている完全に凍結した路面では個体である氷自体の摩擦係数はさほど低くなく車両は特に滑走しない日照や風車両の通行量などにも左右されるが おおむね摂取0度から氷点下数度の温度帯で表面に誘拐した水膜ができることによって飛躍的に滑りやすくなる。日本の積雪地帯は降雪量は多いが気温はそれほど低くなく世界的にも滑りやすい路面が出現しやすい地域となっている。氷点下摂取10度未満の寒冷地や降雪による水分供給があまりない高緯度地域では 日本ほど滑ることはあまりない。降り積もった雪を通行する車両がその重量で繰り返し圧縮し、密度の高い雪の層が形成された路面を圧雪アイスバーン、もしくは圧雪といい、単に自然凍結しただけの路面とは区別される。降下したその表面は、雪中扇断力が得られず、摩擦係数も低い。 厳冬期を過ぎると昼間は圧雪の表面が誘拐して水が溜まりその水が夜間に凍結するようになるこれが繰り返し続くと表層は完全に氷となる粉塵による健康被害を防止する目的で金属ピンを持つスパイクタイヤの使用が禁止され冬タイヤがスタッドレスへと移行するとタイヤに磨かれた表面圧雪が見られるようになったこれを 特に、ミラーバーンと呼ぶ。低温下では、交通量に比例して形成されるが、発進停止のたびに、微小な滑走が発生し、信号待ちの間に、車両仮面の熱で雪面が、わずかに誘拐するため、交差点の前後での発生が著しい。ミラーバーン化すると、融雪剤の効果や、スタッドレスタイヤのグリップ力は著しく低下する。対策として、 ロードヒーティングが施行されてきたが、初期費用や電気代を含む維持費が割高であるため、車両の自重で圧雪を粉砕するために表面に多数のゴム板を貼り付けた男性舗装へ移行した。路面に薄い氷の膜ができて、単なる湿潤路面のように黒く見えるのに凍っていることをブラックアイスバーンという。 一見すると凍結していることに気づかないことも多く、夜間は特に危険である。ありがとうございます。